セリエ A 王者ナポリは聖メッシを追っている久保建英にネッチ戦来た。セリエか。ソシエダードに追った方が良くないか。歯抜けのナポリに行ってもな。セリエ行くくらいならソシエダでいいわ。ナポリ行く意味がわからん。ソシエダ残るやろ。ナポリ行ったら二度と出られなさそう。レベル云々じゃないけど、なんとなくセリエ A は苦手そう。メッシも本人非でセリエ勢苦手だったし、スペイン語話せるのにわざわざ言語違う国には行かない。熱視線の移籍確率例。毎回思うけど視線って何やねん。熱視線なら移籍確率 2% ぐらいやん。久保はアウチームじゃないと無理やろ。よっぽどな札束攻撃がない限りリーガから出ないやろ。普通にないだろ。だけじゃなく滝の間違いじゃないのかい。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。